日本鹿児島県日置市移住院長家神殿移住院長家神殿は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡移住院豪華神殿村、日置郡移住院村、大技下神殿、日置郡移住院長家神殿。人口は802人、世帯数は279世帯。郵便番号は899-2511。日置市の中央部に位置しており。 上野川支流の田川の中流域に位置している。町域の北方には東市町要望、移住院町上、神殿、東方から南方にかけては移住院町麦幾多。麻生域の南端部を国道3号が東西に通っており、西部には鹿児島県道304号線名移住院線が南北に通っている。また県道304号に沿って、 九州新幹線が通っている。教育施設は東部に日置市立移住院北小学校があり、隣接して日置市立移住院北幼稚園がある。また、西部には日置市立移住院北中学校がある。集落は海抜150メートルの北部丘陵の裾に多く、所在している。旧移住院村における下神殿の市下神殿という地名は鎌倉木より見え、 薩摩国移住院のうちであった。建久8年の薩摩国図伝帳には移住院のうちとして家神殿16兆満徳とある。また、鎌倉末期頃のものと推測される移住院分作りうさぐ用途支配注文には家神殿市13匹米9と1号とある。南北朝期には家神殿は移住院氏が漁していたが戦国期になり移住院氏は没落し、 伊住院のその他の地と共に、島津本家の直轄地となった。永昇11年の伊住院諏訪斎札番町には、6番下神殿名、とあり、島津本家の支配下で、伊住院六にある、諏訪神社の番役を負担していたと考えられる。中世後期頃には上神殿と合わせて、神殿と総称されていた。江戸期には、薩摩国費沖軍移住院座とのうちであり、村高は、 天明8年の由緒再選期では824国余り、天保豪朝では839国余り、休校給料には839国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、移住院座との北部の地域より下井住院村が成立し、江戸期の下神殿村は下井住院村の大技、下神殿となった。 1947年には、町村静止工事より、村の西部の縄代川にあった下井住院村役場が、下井住院村の中央部に移転することとなり、下神殿1500番地に移転した。1956年には、下井住院村が、移住院町、東市木町、郡山町に分割され、下神殿は、移住院町に編入され、移住院町の大技、下神殿となった。 1979年には、地域の一部が分割され、病園寺一丁目から、病園寺三丁目までの一部として成立した。2001年に、桑畑あざで出下の一部が河神殿あざもも、北田の一部、病園寺三丁目あざい寺下が河神殿あざおみとりの一部、下神殿あざもも、北田の一部が、桑畑あざで出下の一部となった。2005年に、 移住委員長が東市区町、日吉町、吹上町と新設合併し、日吉市となった際に、大あざなに、旧町名を干渉することとなり、移住委員長家新田に大あざなを解消した。日吉市立移住院北小学校か、新田館郵便局、公共教育郵便局市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道県道、 ありがとうございます。